皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、鶏肉の旨味をキャベツにぐーっとね染み込ませた、火も使わずに電子レンジを使って簡単に作れる、ほんとあと一品っていう時やもう作り置きにもおすすめの鶏キャベツの作り方です。ほんとこれね、キャベツの甘みも引き立って、鶏の美味しさがマジで感じられてめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。鶏もも肉1枚。はい、こちらね、たっぷり野菜も食べたいので、キャベツ1/4個、まあ春なんかでしたら春キャベツもおすすめです。ポン酢 50cc、 マヨネーズまあ大さじ1、2杯、これはお好みで OK です。チューブタイプのおろしニンニク小さじ1杯ほど。材料は以上です。まずは鶏もも肉のこういう硬いね、余分な筋や油、ちょっと飛び出た皮なんかを丁寧に取り除いていってください。この鶏もも肉の詳しい下処理のやり方をね、動画の最後にリンク貼っときますんで、ぜひ最後まで見てください。はい、今回はパパッといっちゃいますね。はい、こちら鶏もも肉きっちり下ごしらえしましたら、まずはね、ちょっと半分に切ってください。あの、鶏の皮が苦手な方は取り除いていただいても問題ありません。そしたら食べやすい大きさに切り分けていくんですが、ちょっとね、薄めにへぐ感じで、こう斜めにね、包丁をしながら薄くスライスする感じですね。はい、こんな感じで、この方が火の通りが良くなって食べやすくなりますし、こう鶏の量もたくさん切れるんでね。はい、こんな感じでそぎ切りにしていってください。まあこの辺は大体で OK です。はい、どんどん切っていきましょう。よいしょ、あれっと。お次はキャベツちゃん、おやつはちょっと大きめにね、もうザクザクっと切り分けてください。特にこだわりございませんので。はい、こんな感じでもうポンポーンと切っていただいて、ザク切りで OK です。すべて切っちゃいましょう。はい、こちらね、キャベツを切ってバラバラにしたら、電子レンジにかけても OK な耐熱容器に入れてください。あの、大きめのタッパーなんかがおすすめね。そしてここへ切り分けておいた鶏肉もすべて入れちゃいます。はいよー。はい、ここで一度キャベツと鶏もも肉を混ぜ合わせてください。はい、ちょっといい感じにね、鶏肉が広がるように。この後電子レンジで加熱するんですけど、この鶏肉を広げとくとね、鶏の旨味がキャベツにも広がりますので。そうしましたら、こちら表面にラップをかけていただいて、よいしょ、電子レンジ600ワットでまあだいたい5分ぐらいですね、様子を見ながら鶏肉に火が通るまでレンチンしてください。はい、レンジにセット。とりあえず600ワットで5分いきますね。様子を見ながらね、鶏肉に火が入るまでいっちゃってください。まあ5分から10分までで OK です。あと途中でね、具材を混ぜてやると均一に火が通ると思いますんで、その辺は加減してやっちゃってください。はいよー、今レンチンしてきました。まあ5分ぐらいやったらね、だいたい火が通ると思います。あー、見て、美味しそう。わー、めちゃくちゃ鶏とキャベツのいい香りがする。そしたらこちらね、ささっと混ぜ合わせてください。ここで鶏の美味しさを絡めちゃいます。そしてこのレンチンしたての熱々のところに、まずはニンニクですね、これ小さじ1杯ぐらい、お好みでどうぞ。そしてポン酢ちゃん、すべて回し入れてください。はい、はじめにここでしっかりニンニクとポン酢を絡める。こうするとね、この熱々のところにポン酢とニンニクの味が一気に馴染みますんで。そしてしっかり混ぜ合わせて、ちょっとね、温度を下げてあげる。この後マヨネーズを加えると分離せずにしっかり混ぜることができるんで。はい、こんな状態ね。あ、うまそう。しっかりニンニクとポン酢を絡めまして、まあちょこっと温度が下がったところへ仕上げのマヨネーズですね。これはお好みで OK、 大さじ1、2杯、ビュビュビュっといきましょう。適当で大丈夫なんで、これしっかり混ぜ合わせて絡めちゃう。あんまり熱すぎるとこでやっちゃうとね、マヨネーズ分離しちゃってちょっと気持ち悪いんでね、ちょっと温度を下げたとこで混ぜてください。はい、これで完成よ。あー、めちゃくちゃええ香りしますわ。はい、もうこの出来立て熱々食べていただいても、この鶏の美味しさがキャベツに染み渡って美味しいんですが、もうちょっと粗熱を取っていただいてね、冷蔵庫で3時間ぐらい冷やして味を馴染ませるとマジでやばいです。はい、完成。しっかり冷やして味を馴染ましたらね、マジでやばい。まああとはお好みですけどね、ブラックペッパーなんかちょっとカリカリっとかけといても美味しいです。それでは今日もいただきます。
あーうまい、もう最高。このキャベツね、シャキッとした食感も残しつつ、鶏の美味しさがね、めちゃくちゃ絡んでる。いやうまいわ。味付けはね、もうシンプルに定番のガーリックマヨポン。これマジで定番やけどうまいんでね。うん、いやこれね、冷蔵庫でしっかり保存しといたら3日ぐらいは作り置きもできますしね、あと一品とかおつまみっていう時にね、めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ作ってみてください。うん、うますぎ。